はい、こんにちは、キリンです。今日は普通に喋るだけなんですけど、柴田さんの動画で、まあ、ラファエルさんが、電話出演で、ヒカルさんは、まあ、LINE のこう履歴を柴田さんが見せるみたいな動画だったんですが、まあ、それを見てですね、結構そのヒカルさんたちの復帰が、まあ、割と許されそうな空気が出来上がりつつあるんじゃないかということなんですよ。はい。まあ、もちろん出来上がってはいないですけど、全然。で、コメント欄も、まあ、賛否両論的な感じです。本当に。バラバラです、意見は。はい。なんですけど、今回ですね、ちょっと、低評価と高評価の、数を見ると、まあ、なんか、ちょっと、復帰に向けて、まあ、そういう空気ができてきつつあるかなって感じなんで、そのデータをちょっと紹介しようと思います。はい。まずですね、その今回の動画が、ヒカルさん、ラファエルさん、誕生日を祝ってくれますよねっていう、動画、はい。これが、高評価が1万、低評価が7000。はい。10月18日。で、ちょっと遡って、また柴田さんの動画ですが、ヒカルのこと叩いてるやつ、バリューのこと 100% 理解してなくねっていう動画。こちらが、9月28日で、高評価8000、低評価1万。まあ、この頃は、まだ、低評価が優位ということになってます。はい。で、そこからまたちょっと遡って、ヒカルとラファエルの復帰はいつ、抜き打ちで聞いてみたっていう動画。これが9月24日。で、はい。こちらになると、まだ全然低評価が多くて、高評価1万、低評価2万という感じで。はい。まあ、動画の内容が違うんで、まあ、全然一概には言えないんですが、まあ、ヒカルさん、ラファエルさんに関する動画が、まあ、このように高評価率がどんどん上がってきてますよというお話です。はい。で、一応、あと参考までにですね、割と最近の動画で、PDR さんですね。PDR さんがヒカル戻ってこいみたいな動画を出して、まあ、これが10月15日ですね。はい。が、高評価7000。で、低評価が500という、まあ、かなり少ない数字ですね。で、あと、まあ、これもかなり参考程度なんですけど、まことさんが禁断ボーイズを拉致したっていう、まあ、禁断ボーイズさんが実際動画に出てきた、動画が、10月6日ですね。はい。で、はい。高評価6万、低評価5000という。まあ、この辺はですね、まあ、人も違うし、あまり絡んでない方なので、まあ、参考程度なんですが、一応こんな感じになってますと。はい。はい。ということで、まあ、復帰の、空気がちょっとずつできてきてるんじゃないかなぐらいの感じで。で、僕個人的な話をすると、まあ僕はもともと活動休止するぐらいだったら動画投稿は続けて、で、その広告収入を例えば何かいいことに使ったりとかっていう方がよっぽど生産的かなと思ってるので、まあそもそももっと休止しろとかいう考えはないんですが、まあただその世間の方がですね、あの時点で活動継続っていうのは、まあ許さないっていうのはまあまあよくもちろんわかりますんで、はい。まあどうということはないんですけど、はい。まあ、あとは騒動が、まあ、少し風化してきてるっていうのも、もちろんあると思います。まあ、それだけです。まあ、一応評価がどうなってるのかっていうのを、ちょっと紹介しただけの動画でした。はい。さようなら。